もう1ヶ月ぐらい経つわ、髪切ってから。次いつ染めよう。プリンとかなる前に染めたいけど、ちょっとだけこの髪の長さを伸ばすのはありだよね。その今もうがっつりショートだけどちょっと伸ばして楽しむっていう。また次なんか仕事大きなやつある時に切るみたいな。いいね。それでもボブぐらいまでは伸びないと思うけど、さすがに。ということで、わー、なんかずっと眠いって感じですね。ちょっとカフェインはあまりにも取ってないからっていうのがあると思うんだけど、なんかずっとこう本調子じゃない感じが昨日今日と続いててちょっと嫌ですね。だからなんかどうにかして元気を取り戻したいんですけど、うん。そうだな、なんかホットな話題あるかな。任天堂ダイレクト、あさって朝7時から任天堂ダイレクトだって。やった、ゼルダの。ブレワイ続編が、いいね。そう、朝早いんだよ忍大って。そういえば、ニーヤってかアニメをさ、最近今期のアニメをいろいろ見てて、ニーヤがさ今期始まってんのよ。ニーヤオートマタのアニメが前にめっちゃおすすめしたじゃん。でそれを、まあ、やっと見れたんだけど、3話今放送されてて、そうやっぱね、何も分かんない人難しいだろうなと思って見てたんですけど、ちょっとそのゲームと違う展開になってて面白い気がする。うん、
そうそうそう、いいよね。マジでさ、アニメとは思えないくらいあれだよ、あのなんかすごいよあのなんていうの、なんか戦闘シーンとかかっこいいし、そう、2話の普通に2話からアニオリなんだよね。そうなのよ。あ、でも4話以降の放送配信はちょっと遅れてるのか。普通にさ、それこそプレステ5、プレステ5を そのいただけるからプレステ5でやりたいみたいなとこあってさただプレステ5でできるのかな、できるか、9S も 2B も好きなんだよな。リーは確かさ、なんかすごい、本当は出てこないよね。いてててて、てあれ種崎さんじゃん。アーニャの声優さんですね。ああ、肩痛いごー。ああ。ニーヤおもろいので。ブレワイもやりたいし、ニーヤもやりたいな、ゲームは。うん。あ、そう、ニーヤスイッチ版もあるじゃん。なんかでもさ、プレステのイメージが強いし、プレステ5の画質がすごい綺麗だったから、なんかそれでやれたらいいなとは思ったんだよね、せっかくならと思って。あ、そういえば待って、全然ツイッターさ、ちゃんと見れてなかったんだけどさ、あれでしょ、歌唱力のさ楽曲をさ発表し始めてるよね。でも出てなかった気がする。そう、まだ半分なんだよまだ半分しか
出てなくて NGT はまだ出てないんだよね。だから明日かな、わかんないけど。歌唱曲も一緒に発表されてるから、うん、結構かぶってる風に見えるのは全体の曲が個人より少ないのよ。10あもう本当にそれぞれ候補曲が10曲ぐらいしかなくて、そうそう、ユニット戦の候補曲、課題曲の候補が10曲しかなくて、そっから選んでるからみんなそれぞれだからね、似たような、そう、そう似たようなやつです。そう予選はほら100曲ぐらいあるんだけど、あ個人戦の予選は100曲近くあるんだけど、あでもん6日から投稿してるのか、じゃあちょっと分かんない、でも近々ですね近々投稿されるのでそれをもって解禁です。あ音源あね違うピアノだよ、ユニットの予選はピアノですピアノのいつもの方のピアノです。予選は本番3月2日の本戦は音源なんだけど、そうそうそう、ユニットはユニットのその本戦は音源なんだけど、予選はピアノでいつもの個人戦と同じような感じです。それでまあ10曲しかないから、まあおのずとね歌いやすい例えば曲に集まったりだとか、あとはまあそのまあそういうのにね集まってしまうので曲はね似ちゃうんじゃないかなとは思うけど、まだねくじ引きの順番は発表されてないよね。あそう宮沢さん、そう個人戦も宮沢さんでも全員やってるよね。なんか第1回か第2回までは全員はできなかったんだけど、途中からねマジで全員分100何人の分をねお一人でやられてるんだよ確か。すごいですよねマジで。でなんかそのそれぞれのメンバーの歌い方に合わせて強弱を変えてくれたりするから、そうそうそう同じ歌でも伴奏だけ聞くと全然違って聞こえたりとかするんですよ。すごいですよねプロプロ。そうポジションとユニット戦で歌い方も変えた？あーまあ曲が違うからね曲が違うから、まあ、全然変えてる部分はあると思うけど、何分3人で歌ってるからこう歌い方寄せたりだとかハモリで声ちょっと変えたりとかそういうのはもちろんやってるので、ソロだとその自分の好きに歌っていいけど、3人ってなるとやっぱり自分勝手に好きで歌ってそれでいいわけじゃないから、だからちゃんとそこはね意識して歌ってるので、その3人で歌っているからこそ意味がある歌にはなったとは思うんだよね。ちょっと心配ですけど普通に緊張しちゃうけど、でもねそうだと思うから、うん、うん、ねもうすぐですからね、まあ今日がもうあと3分で日付が変わるからもう8日9日10日3日間わー
ドキドキ。楽しみです。チャンネルは TBS チャンネル1 CS 放送です。よろしくお願いします。ということでね、ちょっと今日ごめん、普通に配信始めるの遅くなっちゃったので短かったんですけど、また明日お会いしましょう。はい、ということで男女読みます。13位犬くん3、12位 K さん、11位新一さん、10位くじちさん、9位市田さん、8位健五郎さん、7位中心さん、6位太郎さん、5位ゆかおしじいさん、4位ベロさん、3位ひよりがたさん、2位超大盛りうなとり丼さん、1位東郷さん、ありがとうございます。ありがとうありがとうありがとう。ということでね、皆さん、2月7日でした。あ、はい、2月7日でした。ありがとうございました。ということで、また明日。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日。おやすみ村、バイバーイ。ちょっと早かったわ。バイバーイ。バイ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 。おやすみ村。